ちょっとなんか下に行ってるけど、ちょっともう時間が経っちゃってるので下に行ってるんですけど、今日はとあるがあって髪型がいい感じでした。WBC 今見てますよ。髪の毛絡まってるみたいだって、はあ、思ってても言わないでもらっていいですか。今 WBC 見てて、日本対韓国、日本対韓国なんですけど、今11対4で勝ってますやばい、最高。あと3点でコールド勝ち。え、じゃあこの今近藤さんがバチコーンホームラン打ったらもうコールド勝ちってことですか。やば、私今日韓国に負けたなと思ったんですよ。途中そう0-3で負けてて、あ、これ今日負けたんだなと思って、でちょっとなんかのんびりしてて、そしたらなんかいろいろしてたら気づいたらなんかご飯食べながら見てたんですよ。そしたら3-3とか、あ、2-3になってて、そうで、あー、やばいかなーみたいな。でもまあなんか満塁でノーアウトでっていうのだったから、あ、勝つかもみたいな、もうこれ私多分逆転するわってママとパパに言ってたら本当にそのまま逆転して、そうで、そっからどん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 点数取ってて、今やることをやりながら野球見て聞いてたんですけど、そうそうそう、すげえっす、どんどんもうなんかノリに乗ってってます、ほんとに。10点差以上ついたらコールドゲーム、うん、今は次からホークスに来る近藤さんが今打ってるんですけど、近藤さんはさっきあのホームラン打たれたので、マッキー頑張れ走れ。大粒ちゃんさん、ラボーナさん、1タワーありがとうございます。満塁になって大谷さん来んのやばい、マジやばい、テンション上がる。で大谷さんホームラン打ってコールドかしてほしいダイスさん、ラボーナさん、北里浩平さん、一田はありがとうございます。まあ人によってね、やっぱり人によって日によってやっぱまああれがありますから、今日できる日、今日できない日みたいなあるから、今日はちょっと調子が悪かった、村上さん今日調子悪かった、しゃあない。お、大谷さん来ましたよ皆さん、これやべえな、ちょっと台本書いてました誰かみたいな、ちょっと一発出してほしいっすよね大谷さん。いやもういいんですよ、かそれかまあ
全然もう申告敬遠でも何でもしてもらって1点入れてもらって村上さんがもう最後決めて今日の村上くんの調子悪いのは全部嘘だったんだっていうのでもいいんですよ別に。ああ早っ。満塁で敬遠はない。いやもうだってだってだって大谷さんとなんかもうホームラン打ちそうなホームラン打ちますよみたいな顔してるもん。いやいや。ズーデスさん、トシさん、イチタワありがとうございます。そうですよね、だって大谷さんにボーン打たれて4点入れられるぐらいならさ、おう、1点入れてもらった方が。うん、コメントめっちゃ流れんの早い、それな。しかも初めてまだ全然時間経ってないのにさ、あれしてる、 1000人来てる。 WBC 強。ああ、え、走る。すごい。こういうこともあるんですね。敬遠しそう。え、48じゃん背番号。チーム最年少次世代エース。トシさん、ともゆきさん、イチタワありがとうございます。りょうさん、イチタワありがとうございます。うっ、いけ村上様、村上様言ってくれ。もう君のための舞台だよ今。これで決めたらもう全部帳消し。うん、行け、行ってくれ。360度。ここだよ。でもドキドキしていますよね絶対。超緊張じゃん。だって同い年、1個し上か、1個上ですよ。最高の仕事。マックミックさん、サットさん、一田はありがとうございます。ありがとう。ピッチャーのメンタルが強いか村上様のメンタルが強いか、どっちか。打ってくれ。うん、なんかすごいすごいおじさまがいるどっかに。スーさん、一タワー、ツーさん、一タワーありがとうございます。
怖い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 。打つぞーって気持ちだろうな。どっち？ストレートだと思いますよ。いやもう振ってほしいな。でも超ボールぐらいなら見逃していいけど、もう振ってほしい、ゴリゴリに。振ってほしかった。高かったんだ。でもそうなんだ。でも振ってほしかったな。普段の村神様なら振ってます？え、やばい、吉田さん今日やばい、めっちゃ今日めっちゃ打ってるやん。調子いい時なら打った。フルカウントだったから打ったべき、打つべき、押し出しを狙う場面だから振らない。普段なら振りません。あ、じゃあ振らないんだ。でも私はもう今日の村上さんには振ってほしかったです。うん、やばい。ずっとうう言うとる私。高いんだ。高いものが全部インになってんだ今日。まあでもそれは審判の采配ですからね。別に私たちがどう言えることでもないですし、ただやっぱ見ちゃいますよね、審判誰かなって。審判誰かなって、まあ見ちゃいますよね。書いてないかな、いつも書いてあるんだけど。あと1点じゃん。哲也さん、一タワーありがとうございます。そうなんだ。韓国めっちゃあれしてる。誰が出るだろう。
や、なんか押し出しで勝ちたくなくない？だからもうゴリゴリに打ってほしい。10人目、やば。いや、ヌートバーさんやばかったですね。マジかっけーってなりました。いや、私本当に守備がうまい選手が好きなんですよ。そうだからやっぱそうですね。だからもうヌートバーさんちょっと推しです、この今回のWBC。 シュートさん、もう走らせる気満々やん。めっちゃおもろい。走らせる気満々やん、うちのシュートさんに。また変な、またあれだよ、近藤さんが三塁にいて二塁大谷さん一塁周東さん。もうまたなんかホークスばっかよ。ホークスとなんだっけ、メジャーリーグの。ああ、前が詰まってるから走れない。おっ、あー、悔しい。あと1点だったのに。もうちょいだったね。もうちょい打ってほしかったですね。まあ、でも私ももうこれ今日はこの野球が終わったら終わろうと思ってるので。そう、明日もあるし、明日早いから、めっちゃ明日朝早いから、今からお風呂入って、そうでしょ、見て、今からお風呂に入るの私。うん、あ、そうです、13日しずく公園出ます。なんか急に招集されたんでちょっとやばい、何も覚えてないんですけど、あの一旦 B 公演に集中して、あさって12日にあのしずく公演に集中したいなと思ってます。はい、トラック野郎さん、野球ボールありがとうございます。え、ちょっと待ってくださいね。明日は、うわ、公演中？あれ、公演終わってからかも。アマプラでしかやってないんですか？あれ、パパアマプラ会員だっけ？明日アベマでやってる？トシさん、イチタワーありがとうございます。
ジャンル、ジャンル、ホーム、スポーツ、番組表とかないの？アベマではやってないのか。アベマはサッカーなんだ。なんで？哲也さん、コロパックルさん、一タワーありがとうございます。そう、公演終わってみたい。あとお姉ちゃんち配信しながら見れないんですよね。そう、テレビ場所移動しないと。アシュラさん、一タワーありがとうございます。アマプラはちょっとパパに聞きたいんですけど、パパがもうすぐ来そうな音はしたけど来ないか。銀南さん、北須戸光平さん、一田はありがとうございます。スカウトしに来てんのやめてほしいですね、うちの選手が。この選手、名古屋、本当だ、韓国のイチローって書いてある。イ・ジョンフ。ズーデスさん、哲也さん、一田はありがとうございます。軍事サンタに楽屋にテレビ買ってもらってください。テレビ自体モニターはあるんですよね。そう、でも多分地上波的なものとかは映らないと思います。ナイスキャッチ、うちのジョーカーさんね。なんでもっと喜んでもらっていいですか、うちのマッキーが取ったんだから。なんでそんななんか無表情で拍手するんですか。なんでそんな、もっとなんか笑顔で拍手してもらっていいですか、ベンチの野球、ベンチの日本代表の皆さん。なんで、絶対あれヌートーバーだったらさ、みんな笑ってたじゃん。ヌートーバーになっちゃったし、ヌートバーだったら。もうおこ。哲也さん、一田は、アシュラさん、一田はありがとうございます。ハルキャンさん、一田はありがとうございます。もうあれだろうな、みんな眠いんだろうな、11時だから。
明日のために充電し始めた。めっちゃおもろい。おー、綺麗に入る。またガイア全員ホークスなん？またトレンド入りするんだけど、ガイア全員ホークス。ガイア全員ホークスからの、ランナー全員ホークスからの、またガイア全員ホークス。おもろすぎる。なんか日本の選手、今回の侍ジャパンってさ、あれなんですか？なんか、あ、なんて言おうとしたっけ今。忘れた。なんて言おうとしたんだっけ。あ、思い出した。なんか前半眠い。全員前半眠い。なんか疲れてる。7時まだ眠い。8時とか9時とか、9時ぐらいにならないと元気にならないのかな。昨日の中国戦もさ、後半ドドドドドっていい感じに言ってたけど、前半大丈夫かなって言ったらヒヤヒヤしてたよ私。やっぱ眠いんだみんな。でも23時になって、まあなったらまた眠いんでしょ。眠さしかないじゃん。お客さんが多分焦ってる。え、確かに。これさ、みんなさ、終電間に合うのかな。え、終電って何時ですか。あ、22時になると。そうなんだ、静かにしなきゃいけないんだ。そりゃそうか。あ、なるほどね。各選手のデータを取りながらじゃないと。だからみんなデータ取って、前半でデータ取って、後半でもうバカバカ打っていくってこと？なるほどね。臨時が出る、そんなことあんの？東京ドームですよね。みんな歩いて帰るのかな。タクシー？タクシー会社めっちゃ儲かるじゃん。だってどんだけの人数って感じじゃない？うん。取れ、ナイス。またホークスの選手が取りましたよ。ベンチの皆さん、ベンチの皆さん、また真顔で拍手してるんじゃないでしょうね。え、てか本当に私が見始めてからホークス勝ち始めま、ホークスじゃないや
勝ち始めました、日本今日マジで。もう今日の MVP はもうヌートバーさんですよ。はい、ですよね。もう誰が何と言おうと思う MVP だと思う今日の、ズーデスさん、イチタワーありがとうございます。何タッちゃんって誰ですか？ヌートバーさん、タッちゃんって呼ばれてるの？なんでタッちゃんって呼ばれてんの？あ、日本名がタッちゃんなんだ。へえ。ミドルネーム、初めて知った。ヌートバーのミドルネームタッちゃん。なんか急に親近感湧きすぎでしょ。みんな。昨日今日キャッチャー変えただけ？カイさんだけ変えられたの？つら。おじいちゃんの名前、へえ。ね、もしもし会です、やってほしい。まあね。私3-0だった、0-3だった時に怒ったんですパパに。てか侍ジャパンの監督に。なんで大谷さん韓国戦にしなかったの？何？開幕戦盛り上げたいから？意味わかんない。勝つ方に集中してよ。なんでそんな勝つ采配にすればいいのに。韓国の方が大変なんでしょ？ってめっちゃ怒ったんです私。そう。でも大丈夫だった。うん、いや私ダルさん名前しか知らんからさ、そう名前しか知らんのよ、うん、そうなんですよ。スケジュール考えてローテーション組んでます。いやでも絶対さあ盛り上げたいから一発目大谷さんにしよう絶対あったって。そんな決勝戦とか準決勝とかでさいい感じになってさ、あ、奇跡じゃん大谷さん開幕戦だって奇跡じゃんとか絶対ならないでしょ。絶対考えてましたよちょっとは。いやーやっぱ開幕戦やっぱ大谷さんの方がいいっすよ、はい。TBS さんから絶対お願いします、ちょっと視聴率が。いや私の勝手なあれなんで分かんないですよ。勝手なあれなんで、はい。勝手な話なんで、なんか真剣にあれしないでください。4万2000人ぐらいいるんだって、やばくない？今ここの東京ドームに、やば、やば、
食べたい。また大谷ハイライトきた。いいよもう。ともゆきさん、一タワーありがとうございます。いやそうっすよ、みんな大谷さん大谷さんって言ってますけど、他の選手もみんなすごいんすよ。いけもう、だって昨日みたいにさソロホームラン打ったらもう勝ちっしょ。いけいけ、あ、じゃあ、でも1番バッター牧原さんになってた。お願いしたい、マッキーに決めてほしい。鈴木さんのね、あれもあれしてほしいっすよね。うん、でもマッキーに回すためにはちょっと誰かが塁に出てもらわないと。眠たい眠たい眠たい。髪の毛外したいんだけどさ、ピョンムービー撮ってないんですよね、まだ。誰？大城？誰？はじめまして。巨人の選手ですか？わかんない、マジセ・リーグわかんないし、ホークスしか知らん。え、大城さんってそうなん、キャッチャーなんや。へえ、代打で。まあそっか、さっき中村さんが引っ込んじゃったからか、代打として出るか。てかやっぱこのパクさん、開幕投手のあれに入ってたらしいんですけど、確かにそれだけあってすごいすごいっすわ、よう入りますわ。ふったふっちゃった。
コールドなくなっちゃう。あでもそっか、9回ここここを止めたらあれっすね、最後の守備。抑えたら勝ち。分かんない、9人9点10点取られるかもしれない、分かんない。確かにお試しとして、確かになんかさっきもあれ何でしたっけ、実況解説の方が言ってたんですけど、やっぱこの初めてここのマウンドに立つっていうよりも一回立ってるっていうのがやっぱ緊張感的にもあれらしくて、そうだからその一回出てることがいいみたいな、だからこの一回分多くできることで、こんだけ点数取れてて一回分多くできるっていうのって本当にそうやってそういうピッチャーさんを出せるからいいみたいな話をさっき解説さんがしてました、うん、なるほどと思って、確かにそうだよなと思って、初めてこのマウンドに立ってさ、その時にさ、じゃあ 5-5 とかで競ってる時よりもさ13対4とかで勝ってる時の方がさ、なんか心もさ楽じゃん、うん、ね、解説の解説全然野球あんま分かんないですよ。でもそこら辺の女の子よりそこら辺のなんかキャハハみたいな、キュララははみたいな感じの女子よりは野球知ってると思います。はい、うん、スーさんハートありがとうございます。高橋さんって言ったからケッケさんかと思ったら違った。だからこうやってその最年少のピッチャーさんとかを出せるんですよ。でしょ、若い選手を出すことができるんです、こうやって。高橋ひろつさんは若いけどめっちゃいいピッチャー、そうなんだ。ハルピョンも出るチャンス、確かに13対4だったら1回分ぐらい投げさせてくれても良さそう、私に。ダメかな。おー、早っ。え、私より年下なんですかこの方。届かないから押し出しで負ける。いやでも3人
3人ですよね。3人と対戦するか1イニング対戦するかでしょ。3人と対戦して全員に点数取られても大丈夫、6点差だから大丈夫大丈夫、うん、全然平気。いやダメなんですよ、 WBC はなんかダメらしくて、さっき解説されてたんですけど、なんか3人と対戦するか1イニングやるかどっちかじゃないとダメらしくて。そうそうそう、だから3人と対戦しますよ。でもだから私が出たところで3人と対戦すればいいんでしょ。スーさん、野球ボールありがとうございます。おう、満塁にして降板はめっちゃウケる あと一人、すごい左耳からすごいすごいおじさまのあと一人って声聞こえるめっちゃおもろい、左耳だけうわすごい音、ドゥンって音したよ。眠そう、あの真ん中の人。にゃこさん、一タワーありがとうございます。うん、やだ、あと一球とか言わないで、かわいそう、なんかちょっとかわいそう。にゃこさん、一タワーありがとうございます。なんか敵選手だけどかわいそう。あと1球っつってあと1球じゃなかったじゃんか今。ちょっと喋らないでかわいそう。すごい、13対4ってやばない、すごい、勝ちました。イエーイ、ジャパホーいやもうヌートバーさんのおかげっすわ今日は、マジで。いいね、サム方なの、なんか寒そう、ジャパ方の方が良くないサム方ってなんか寒そうじゃん。ということで13安打13やば、得点やば、ということで勝ちました、嬉しい。
ね、今日日本アカデミー賞だったの？いつもだったら多分見てるわ。確かに長かったからね。あれ、私さよならモーリさんの実況いつでしたっけ？12日か。8時から。よし、ということで、それではランキング読んでいきます。いやー最高でしたね。え、確かに12日の8時ってさ、確かに、ちょっと待ってくれ。うわ、オーストラリア戦じゃないか。おいおい、なぜかぶせてしまった私やらかしてますわ。いや絶対そうでしょ。いや、自己都合で多分変えることはできるんですけど、なんか変えられるんですけど、まあ大丈夫です。はい、全然大丈夫です。一緒に毛利さん見ましょう。ということでランキングいきます。たっちゃん、何そんな人気なの？水原一平さん、そんな人気なんですか？あ、大谷さんの通訳。へえ、そうなんだ。え、待って、見たことあるかも。あれで TikTok でなんかさ、通訳さんがなんか止めましたみたいな、なんか TikTok で見ました。大谷さんの通訳さん知ってるわさあ、ということでランキングいきます。え、いいこと言うじゃん、ヌートバー。25ですよ、私の3つ上。いいこと言う。あ、かわいい。やばい、そういうことを言えるのもさ、おもろいっすよね。ほんと絶対今宮さん言えない。あ、やばいでも絶対言えないと思いますあ、全然大丈夫でしたって言うと思います。絶対言えない唐突な、ほんとおもろいわね。確かにこういうのをなんかぶつかったけど大丈夫でしたって。あかわいい、ヌートバーさんかわいい。
ということで、ありがとうございました皆さん。ランキング読みます。あ、やばい、ダメ、これはちゃんと見る、ちゃんと見なきゃダメこのドラマは。ということでありがとうございました。無事ジャパ4ということで、あ、やっぱり私ツイッターあげようと思って忘れてた。日本最高大好きだっけ、なんて言ってたっけヌートバーさん。日本大好きありがとうか、日本大好き、侍ジャパンの表記はどっちが正しいんですか？英語が正しいの？何が正しいの？まあいいか、どっちも書いとこう。はい、ということで、すいません、ランキングいきますね。ということでいきます。1位てつやとはるな、はるなじゃない、はるぴょん大好きさん、ありがとうございます。2位トラックやろうあとゴリさん、ありがとうございます。3位 A ダッシュあとぴょんずさん、ありがとうございます。4位アシュラさん、ありがとうございます。5位にゃーこさん、ありがとうございます。6位トシさん、ありがとうございます。7位すみちゃんあといもむしさん、ありがとうございます。8位レクサあとぴょんずさん、ありがとうございます。9位 YK あと今日の可愛さもコールド級だねはさん、ありがとうございます。10位サイレントムーンさん、ありがとうございます。11位マックミックさん、ありがとうございます。12位ズーデスさん、ありがとうございます。13位ツーアットチームメイトにハマってますリさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーと88位はミヤサルさんです、ありがとうございます。ということで私もお風呂に入って寝ます。明日バカ早いんで、すごい1時間で7000人の方が見てくださってありがとうございます。またちょっとアマプラに関してちょっといろいろ探って、ちょっと配信、実況配信できたらなって思っているので、まあ、最悪マジお姉ちゃんに土下座でも何でもしてちょっとテレビ動かせるように頑張ります。ということで、皆さんありがとうございました。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのははるありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7069人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃ、富山県代表はるぴょんこと橋本春菜でした。皆さんありがとうございました。明日も、明日チーム B 公演あるんですけど、頑張ります。ちゃんと振り起こし覚えて、はい頑張ります。思い出します。今日は仕事があったんで、はい、ちょっと思い出せなかったので、ちゃんと頑張ります。本番までには頑張ります。それではありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう。ピョンムービー撮ります。